ブッチーニサングラス第2弾の当選者の抽選会の発表です。そんなにいっぱい、応募いただきまして、皆さんから応募いただきました、これを抽選で5名の皆様に、プレゼントさせていただきたいと思います。これをですね、よく混ぜて、よく混ぜて、大勢の方、約50名ぐらいの方応募いただきました。これをですね、蓋をしまして、私が手を入れまして抽選いたします。まず最初に、当選された方は、足立区の増田さんです。おめでとうございます。大変おめでとうございました。増田さんが当たりました。2人目は、岩沼市の上原さんです。岩沼市、宮城県、そうですね、仙台の方ですね。上原さん、おめでとうございます。で、じゃあ3人目の方は、横浜市の大谷さんです。横浜市の大谷さんです。おめでとうございます。残りは2人ですので、品川区の佐藤さん、佐藤さんです。おめでとうございます。残り1人ですね。残り1人、よくかき混ぜて、残り1人は、三鷹市の今西さん、おめでとうございます。以上5名の方がこのプッチーニサングラス、当選しましたので、またご住所を送り先を送っていただきましたら、明日にでも発送しますのでお待ちください。1ミリサングラス外れちゃって、残念だった方は第3弾として、この珍しいんですけどね、あの星野のところのカルソニックのスカイラインでレースで行った時のスーツですね。これをいつものスーツなんですけど、これをプレゼントさせてもらいます。またこれはあの1枚しかないんで非常に競争率激しいと思いますけど、またご応募いただければと思います。でまたあのご案内しますんでよろしくお願いします。アドバンじゃなくて、BS のエンブレムが貼ってあります。これですね。欲しい方はまたご応募いただければと思います。これはまたあの、プレゼントをご案内させてもらいますので、その時よろしくお願いいたします。